はい、再び川崎等々力競技場です。この後は川崎フロンターレ 2021J1 優勝報告会、そしてアンダー18壮行会、4時スタート予定でございまして、星4つバックスタンドに並んでおります。で、伺いますと当初は優勝パレードなどの開催も考えていたそうですけれども、やはりコロナ禍ということで見送ることになったそうです。で、今回は2回目の連覇ということで、この優勝報告会で会場に来られない方のために、川崎フロンターレ YouTube 公式チャンネルでもその映像を皆さんにご案内しようということで、私西岡お送りしております。少しずつ準備がスタートしていまして、選手などがメインスタンド側に集まってきております。この後ですけれども、J1 の優勝報告会、それから先ほどまで試合を行っていましたアンダー18の選手たち、来週高円宮杯 JFAU18 サッカーリーグプレミアリーグ参入戦、こちらに出場いたします。それからもう一つアンダー12、こちらの選手たちは今月末全国大会となります JFA 第45回全日本 U12 サッカー選手権大会に出場することになりまして、このアカデミーの選手たちの壮行会も合わせて行うということです。ということで、まあ、選手トップチームの選手たちはピッチサイドのステージの方に行ってしまいましたので、残念ながら先ほどお越しいただいた脇坂選手とか安藤選手とかなどなど、放送席の方にはなかなかお越しいただけないんですけれども、中村健吾さんはですね、進行の合間を縫ってもしかしたらこの放送席にお越しいただけるんではないかと、口約束ですけれども先ほどお願いをしたところです。予定が詰まってますので FRO はどこまでこの放送席に来る時間があるか分かりませんけれども、なんとかなりそうだと言ってましたので、もしかしたらその間に、来ていただいて、今シーズンのフロンターレの総括なども違った立場になりましたがお話しいただければ嬉しいなというふうに思っております。選手たちは少しずつもう準備をして、アンダーの選手たちが先に座っているんですかね。はい、4時スタートですから今ピッチサイドはいろんな段取りが、まあ、準備が進んでいるということで、まあ、席が空いてますからこれからということですね。はい、フロンターレらしい演出が今日もあるのか楽しみにしたいと思っております。報告会、壮行会、4時ですからあと2分ぐらいになりますね。はい、ということで毎年新体制の発表会ではお邪魔しております。それから J リーグの中継も、私昨日は味の素スタジアムの FC 東京アビスパ福岡の試合、マリノス戦ではございませんでしたけれども、まあ、よくよくフロンターレの試合を実況担当になりましてありがたく中継をしてまいりました。シーズン終盤もですね、まあ、ここであろうということで、サガン鳥栖戦もですね、ブッキングいただきまして、予定をしていたところ、なんとその前の節で決まるという、いうことでございまして、今シーズンは優勝ゲームの担当ではございませんでしたが、アウェーのサガン鳥栖戦もいい試合でしたし、はい、轟のガンバ戦もお邪魔しましたし、はい、壮行会まもなく始まりますけれども、今日最初のゲストは中村健吾さん。中村健吾さん。こんにちは。お忙しいところどうも恐縮でございます。非常に、はい、非常に今日はタイトなスケジュールの中。いや本当に縫って縫ってまた来ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやむしろありがとうございます。そうですよ、ね、星4つ。あ、本当ですね。すごいですね。素晴らしいですね。今年ももう首位をずっと維持して2敗ですからね。ないですよ、1年通して2敗しかしないっていうね。
しかも34じゃなくて38試合ありましたから、試合数が増えたにもかかわらず強かったということですけれども、すごいですね。意外とこの僕のところからセレモニー全く見えないっていう、そうなんですよね。あの放送席は実はですね、あのテーブルがあったりすると立ち上がらないと見られない、はい、そうですね、びっくりしました今。そうなんですよ、ね、まだ僕ちょっと避ければいけるんですけど、実はステージ西岡さんほぼ見えない、ね、ほぼ全く見えないですね、はい、西岡さんのそこから全く見えない、全く実は全く見えないです、はいはい、なかなか先ほどこれあの一応ね、はい、間にこう、はい、あ、そうですね、そうすると左のコーナーほぼほぼあのさっきの五十嵐選手のあのああミドルシュートも、はい、だいぶあの私あのブレてました。僕の角度からは、そうです、確かにこの、ええ、まあしょうがないですね、ラミネート加工みたいな、はい、これもうこう横から見ないと見えない、いた仕方ないですね、まあそうですね、はい、そうですね、いやすごいな、そうなんですよ。でもすっかりこういうメディア活動も健吾さん慣れていただき、いやあっという間1年と思えないぐらいの流暢な解説業で、いや違うんですか。いやいや、そんなことないですけど、流暢というかただの喋りたがりなのかどっちかがっていう、そう、はい、だからそれは多分この1年でじゃないんですよね、多分もう元々持ってるものがただ吹き出したみたいな感じですよね。そうです、はい、あのそうです、ただのおしゃべりが好きな人間が、いやすごいな、本当に、いやすごくいろいろこう考えるというか、現役の時はいいわけですよ、多分ゲスト解説なんで、ある程度自分が好きなように話しても、はい、まあ、成立はするんですけど、まあ、解説者という立場でやった時に非常にこう 悩みが多い、難しいです。本当に西岡さんに真剣に悩み告白します。いや難しいですか。難しいですよ。いや僕ほら長く喋りたいんで、長く喋りたいというか、その伝えたいことが多すぎて、そのサッカーっていうスポーツの中で、はいはい、その現象が見えてみないものがたくさん見えてるから、このことも言いたいし、こっちのこの選手のことも言いたいしってことですよね、はい、そうなんです。だから本当に実況の方たちには1年間ご迷惑をおかけしたなというふうに思っています。まあ、僕はもともと実況陣の中で一番あの言葉数が少ないタイプで打ってますんで、だいたいあの解説の人にたっぷり振って喋っていただいて、であの相槌を打つっていうのが僕のプレースタイルです。いやそうなんです。だから本当に多分隙も与えないっていう感じだったと思うんですよね。だからすごくそこのさじ加減でバランスを考える1年になりましたね。ああちょっと要約をしたりとか、はい、句読点でこうここでちょっとこう止めておこうっていうか、はい、あれもこれももう言いたいけれどもちょっと抑えてで入るんですけど、はい、結局溢れ出すっていう、毎回終わる時に、あ今日も話しちゃったっていう。でも喋りすぎちゃったっていうのは悪いことじゃないんですよ。いやけどいろんな方がいるわけじゃないですか、聞かれる方もねいるなもんで、すごく難しいなっていうのが。そうなんですね。そうなんですよ。なんかこう間をこう埋めたくなっちゃう。そう、これがダメな、これがだから1年目のこのダメなところです。難しいですよね。時に僕30秒ぐらい何も言わない時ありますからね。いやだから僕耐えられないんですよね。もうずっとフロンターレの試合とかだったらもう、例えばピーってシュート終わってスローが出て解説の方がちょっとプレーの解説をされてゴールキックになるじゃないですか、はいはい、多分30秒ぐらい黙ってるで多分我慢しきれずになって解説の方が喋り出すみたいな。いやなんか間を繋がなきゃいけないと思ってしまうんですよね。喋んないなこのアナウンサーみたいな感じ。いやけど多分その間が大事なんですよ。なんかそれもよく分かりましたこの1年。あそうですか。あだから難しい、非常に勉強になりましたね。言語化もいかに短く、うん、けどかつ分かりやすくするかっていう。そう、これ一回本当に教室に通わなきゃいけないなっていう。西岡さんの教室にね。厳しいですよ。厳しい。いやその厳しさ必要かもしれない。いやいや、アナウンサーには厳しく。ああなるほど。そう、アナウンサーやっぱりね、あのやっぱりこうセオリーがあるじゃないですか、うん、でそういうのをやっぱりまず解説を立てることとか、試合をかける解説の方はやっぱりそれぞれ個性が、サッカーと一緒です、まあそうですね、個性がありますから、それを個性を消さない程度にっていう感じじゃないですか。いやけど解説になって主役は選手であるっていうことをやっぱりねちゃんと認識しなきゃいけないなっていうのは思うんですよね。で実機の方と一緒にどう作るかっていうの
やっぱ現役の時そこまで考えてなかったなっていうのは思うんですよ。でもこの喋ることって多分指導者として絶対生きてきますから。あ、それはね、その実際指導やってても思います、あ、そうですか、だそこもけどバランスが、さっきもあの、アカデミーの試合の時も言いましたけど、その声かけのボリューム の, そのバランスはすごく考えます。そうなんですね。あ、始まりそうなトップの選手これ座りました。座りました、座りましたね。今日は来れるアカデミーのチームはみんな来てるはずですから、遠方で試合の、多分学年もいるんで、はい、そこ以外は全ていると思いますね。で多分見てたと思いますね。あ、試合も、あの18の試合も、はい、それはいいですね。始まります。さすがにコロナ禍ですから、あの、ね、パレードができなくて、どういう形でっていう形でスタッフの方はすごくあれですね、検討されたんですね。あ、みたいですね、はい。やっぱりパレードないのは残念ですけどね、本当に皆さんと喜びを分かち合える機会でもありますから、ね、地元川崎とともにいろんなイベントをやるっていうのがフロンターレのもうスタイルになってますし、そこにありがたいことにいろんな形で私あの借り出していただきました。いや、ありがとうございます。もう新体制も本当に本当毎回、はい、楽しく面白いです。いや、そう言っていただけるのが一番多分スタッフも喜んでると思います、ね。選手の MC がもう最高ですね意外とこうやっぱやらせるとみんなやりますね。喋れるんですよ、ちゃんと力つけてきますからね。そういうのが面白い。ちゃんと小ネタをやっぱりあの上り里先生が持ってきますから間違いないですね、そういうのはうまいなと思います。はい、ではあの進行とともに皆さんにご紹介します。まず藁科社長から、ご挨拶です。感謝を込めて御礼のご挨拶を申し上げます。藁科社長、よろしくお願いいたします。川崎フロンターレ藁科でございます。この1年間川崎フロンターレに大きな熱い声援応援をいただき本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。今ご紹介にもありました通り、まず先ほどの試合でもアンダー18のメンバーが見事にリーグ戦を勝ち抜き優勝して一つ上のプレミアリーグにチャレンジすることが決定しました。1週間後に広島でプレーオフを戦います。これに勝ち抜いて上位を目指したいと思います。引き続きぜひ応援よろしくお願いします。そしてアンダー12のチームも全国大会出場を決めております。今日は合わせて皆さんへのご報告会としたいと思います。私たちのアカデミーはもちろん勝つことも大切ですけれども、サッカーを通じて人間形成、そしてここにお集まりの皆さんと共に地域社会を学ぶ、いろんな社会を学んでいくことを目的としております。トップチームの目指すことと信念を違えず同じ目的を持って練習に励んでおります。これからもぜひアカデミーの活躍をご期待ください。そしてアカデミーから多くの選手がトップチームに上がり、日本を代表する選手、世界に羽ばたく選手になってくることを期待しています。ここに並んでいる選手たちの諸君、期待しています。頑張ってください。そしてトップチームは今シーズンリーグ戦2連覇を果たすことができました。ありがとうございました。数字上は確かにメディアでも圧倒という言葉を使っておりますけれども、正直言って事実上そんなに簡単なものではないと感じております。もともと今年はオリンピック・パラリンピックイヤー、日程が過密になるのは覚悟の上でした。それに加えて残念ながらコロナの感染拡大がとどめることなく、
試合の日程にさらに影響を及ぼすことになりました。 ACL でのセントラル開催、中2日での6連戦は大変なものにありました。また日本に戻ってからの隔離、これも選手たちのコンディション作りおよびメンタル面で非常に大きな影響を及ぼしたものです。しかし選手たちはそれに負けることなくしっかりと対応してくれました。またそれを全体をまとめた鬼木監督のマネージメント力も素晴らしいものがありました。こういったものがすべて一つにまとまって立ち得た優勝です。そんな我々を皆さんは支えてくれました。サポーターの皆さんはこの轟に来れなくても遠くから力強い声援を日々送ってもらいました。私たちはそれにどんなに勇気づけられたでしょう。力強く思ったことでしょう。またスポンサーの皆さんは私たちが今まで二十数年間やってきたこの川崎でのあるいは地域での活動を評価していただき、ご自身の事業は大変苦しいにもかかわらず、こういう時だからこそ川崎フロンターレを応援するんだ、そう言っていただきました。本当に感謝します。また今日もそうですけれども、試合の運営、イベントの運営に関しまして我々の協力会社の皆さん、あるいはボランティアの皆さん、我々の陰になって一生懸命支えてくれました。おかげさまでリーグ戦は全試合一つの問題もなく終了することができました。我々を支えてくれる取り巻く皆さんが力を結集したおかげでこの優勝があります。改めまして本当に心より感謝申し上げます。1年間ありがとうございました。さあ、残された天皇杯、リーグ戦と同様に2連覇を目指します。引き続きぜひ皆さんのお力を借りたいと思います。クラブ一丸となって全力を尽くして2連覇に挑みます。どうぞよろしくお願いいたします。そして最後になりますが、昨年のシーズンの終わりに私は国内三冠と ACL を取る、皆さんにお約束しました。残念ながらそれは達成することができませんでした。しかし神様はまだフロンターレを見捨てませんでした。来年もう一度これにチャレンジする権利を与えてくれました。来年こそは ACL を取りたいと思います。そして皆様と共にこの川崎の名前を日本全国どころかアジア世界に広めたいと思います。ぜひ皆さん共に戦って、1年間本当にありがとうございました。はい、川崎フロンターレ藁科社長の挨拶を聞いていただきました。で、今日はトップだけではなくてアンダーの話も少ししましたけれども、ここからはプレミアリーグ参入戦プレーオフ、フロンターレアンダー18の選手も紹介するということで、健吾さん、これはちょっとした晴れ舞台ですね、はい、いやそうですね、いいですね、選手たちのモチベーション上がるんじゃないですか ね、うん、ね、こういうところでステージに立つとかちょっとスピーチをなんて言ったら緊張もしますけど、いい経験ですもんね。いやなると思います、ね、さっき試合をやったばかりの選手たち、最近の若者も堂々としてますから、いや本当に思いますね。やっぱ自分を主張しなきゃいけないときはちゃんと主張できるっていうの、うん、僕が同じ年代だったら もうちょっともごもごしてたかなとは思うんですけど、そうですね、なんでしょうね、そういう時代なんですかね、やっぱり自分で YouTube 世代ですか、もう自分で何か発信したりとか、確かにそうですね、自分が人前に立つとか表に出るなんて
考えられなかった、ね、恥ずかしくてっていう感じでしたけど、はい、みんな言葉持ってますからね、喋れる、うん、ただ今日は分かんないです、緊張するかもしれない、そうですね、今日挨拶はキャプテンと五十嵐選手とやるのかな、すごいですね、監督もそれから五十嵐太陽選手と、僕もこう現役の時にやってましたけど、毎回この瞬間心臓バクバクしました、本当ですか、本当です、ちょっと喋ってくださいっていうか、シーズン最後とか、そうです、なんかそうなると韓国の挨拶です、最初は長橋監督、皆さんこんにちは、アンダー18の監督をしております長橋です、まずいつもアカデミーを応援していただきありがとうございます、そして、今日このような素晴らしい環境で試合をさせていただいたこと、それとこのような会を開いていただいたこと、本当にありがとうございます。今シーズン、選手たちは本当によく頑張ってくれました、まあ、その結果が、プリンスリーグ優勝という結果につながったというふうに思っております。ただ大事な試合が1週間後に控えております。この参入戦に勝ってチームの目標に掲げておりますプレミア昇格、これを必ず成し遂げたいと思います。引き続き応援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。長橋監督ありがとうございました。はい、長橋監督の挨拶、プレミア昇格を必ず成し遂げると、1週間後です。そして五十嵐太陽選手、こんにちは、3年五十嵐太陽です。今日は熱いご声援ありがとうございます。リーグ戦は今日で終わってしまいましたが、まだ大事な試合が来週あります。引き続き応援お願いします。来シーズンからトップチームに昇格するので、トップチームの選手に追いつき追い越せるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。五十嵐選手ありがとうございました。笑ってます、余裕ですね。緊張しまくったんじゃないか、緊張ですか、はい、いい顔してますね、はい、いい笑顔でしたね、いい笑顔です。アンダー18の選手たちに応援のメッセージが届いているということで、おお、お願いします。
宮城大成、三笘、三好浩司と先輩方々、いやビデオメッセージいいですね。いいですよ、つながるってこういうことですよね。彼らが自分の先輩だと思えるだけで幸せ、それがいいことですよね。はい、それがすごい。そしてアカデミーの先輩でフロンターレにいる安藤、脇坂、宮城天、ここで直接激励メッセージ。はじめに宮城選手からお願いできますか。はい、まずプレミアリーグ優勝おめでとうございます。あ、プリンスリーグ優勝おめでとうございます。プレミアリーグ優勝、優勝するかもしれない。僕は、まあ、3年生の時、1年生で一緒に出てる人が多くて、まあ、今日の試合も見てて、とてもみんな、なんだろう、まあ、成長したなと思いますし、とても頼もしい戦いをしていたと思います。まあ、自分の代の時よりは全然うまくて強くて、まあ、とても期待できると思うので、まあ、プレミアリーグ昇格に向けて頑張ってほしいです。おめでとうございます。宮城選手ありがとうございます。続いて脇坂選手お願いします。プリンスリーグ優勝おめでとうございます。フロンターレ長い歴史あると思うんですけど、君たちが、歴史を塗り替えることを楽しみにしてます。そしてサポーターの皆さん、僕たちもそうなんですけど、こういった轟きとかで応援してくれることは本当にユースの選手たちにとってもすごいありがたいことだと思うので、それがまた強いクラブ愛に変わっていくと思うので、今後ともよろしくお願いします。脇坂選手ありがとうございます。それでは最後に安藤選手お願いいたします。皆さん、今日の試合お疲れ様でした。そして改めてプリンスリーグ優勝おめでとうございます。この優勝もやっぱみんなの日々の努力があってこそだと思うので、非常にいいことだと思います。ただ、皆さんの、本当の目標は、プレミアリーグに昇格することだと思うので、その目標を、達成するために残りの期間、いい準備して、その試合を楽しんでもらいたいなと思います。トップチームの選手、スタッフ、ここにいるサポーター、フロンターレに関わる人がみんなのことを応援していますので、ぜひ頑張ってください。期待しています。安藤選手ありがとうございました。アンダー18の選手の皆さんにメッセージをいただきました。安藤選手、脇坂選手、宮城選手ありがとうございました。また今ですね、いや直接響きますからね。同じところでやってた先輩たちですから。そうだ、可視化できるっていうのは本当にいいことだと思いますよ。そう、宮城天が3年で1年の世代、そうそうそう、2つ違いだから、はい、そういう人がこうやって先輩がプロになって活躍する、俺もって絶対なりますよね。なります、なりますよね。そうですね、間違いなく意識が高くなる。なりますね、はい。キャプテン、ゴールキーパー青山海選手。川崎ロンターレアンダー18キャプテンの青山海です。本日は温かいご声援ありがとうございました。皆さんの温かいご声援のおかげで今日の試合に勝つことができ、そしてプリンスリーグ優勝することができました。本当にありがとうございます。しかしまだ僕たちの戦いは終わってません。来週広島でプレミアリーグ昇格をかけたプレーオフがあります。今日のようにフロンターレらしいサッカーをして見ている人たちが驚かせられるようにプレーしますので、一緒に戦ってください。本日は温かいご声援ありがとうございました。青山キャプテン、力強いご挨拶ありがとうございました。皆さんプレミアリーグ昇格に向けて、やっぱ彼がいるとすごい引き締まりますからね。そうなんですね、やっぱり声もいいし、声いいですから、なんかチームをまとめているっていう、うん、なんか雰囲気がやっぱりありますね。そうですね。
さあプレミア昇格、来週広島でやりますけど、はい、掴み取ってほしいですね。そうですね、うん、でここからもう常時プレミアでやるんだっていうので1段階ステージが上がるわけですからね、うん、それを今度毎年後輩たちが引き継いでいくわけですよね、はい、いや、 やっぱり先ほどね、そのアカデミーの OB のビデオメッセージもそうですし、まあ、現役の、ね、フロンターレの選手さんにもそうですけど、やっぱりいいですね、つながるって大事だなって改めて彼らを見ると思いますね、うんうん、やっぱりこういう縁ってなんかまあサッカー界だけじゃないんでしょうけど、例えば健吾さんも大学の中大の先輩後輩たちとつながるように、フロンターレの縁もずっとつながってるんですよね。彼にしかない独特のこう絆みたいなのはあると思うんですよね、そう、うん、なんかそれはね、ても見てても感じましたから、うん、まあ、安藤選手がやっぱりすごく大事なポジションになってるなと僕はいつも見てて思いますよ、やっぱり、はい、だって練習参加した子にジュースを奢ったりとか、あ、普通にしちゃうような、う、ね、はい、やっぱりこう後輩を可愛がるっていうのは、うん、やっぱ彼がやるから他のこう下 の、 そのアカデミー卒の子たちもやっぱりみんな優しくできるし、だって J の現役の時だってあれじゃないですか、大学の後輩がすぐ木本さん終わった後 来なかったですか、来ましたね、ね、はい、始まる前も来ました、あ、でだいぶ離れてて、ああ、そうそう、後輩っていう、まあ、大体把握してても、はい、してない子でも「ナス後輩です」みたいな、そうなんです、やっぱりね、それいいですね、いいと思いますね、フロンターレのこの独自の、はい、続きましては11月に行われた第45回全日本 U12 サッカー選手権大会神奈川県大会で優勝して3年ぶり6回目となる全国大会へ出場を決めたフロンターレアンダー12の選手たち、12、小学生、6年生ですね、6年生、はい、いいですね、サポーターの皆様、いつも応援ありがとうございます。川崎ロンターレアンダー12キャプテンの酒井ひずるです。この度神奈川の代表として全国大会に出場することになりました。フロンターレの名に恥じぬよう、また笑顔で報告できるよう優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。酒井キャプテンありがとうございました。多分オール5ですね、この成績は間違いない。いや、こんなしっかりしてます、小学校の小学校。小学校の時にしゃべで、それもまあしっかりともう自分の言葉でとか、まあ、頭に入って、うん、あれだけ堂々としゃべる、素晴らしかったですね。すごいですね、未来は明るいですね、ちょっとね、未来は明るい、本当ね、堂々としてますで、全国大会48チーム参加、はい、1次ラウンド神奈川県代表のアルビレックス新潟、福島県代表バンディッツいわき、和歌山県代表串本ジュニア FC で、その後に決勝トーナメントがあって、うん、全国制覇は3年ぶり、まあ、3年前勝ってんですか、今の中学校3年生の代ですかね、が全国制覇、はい、アンダー12の時日本一になってますから、神奈川県突破するだけでも大変なんですよ、小学生今。そうだ、レベルが高いから高いんで、だからここ抜ければやっぱり上の方まである程度いけるっていうのは間違いないと思います、ね、力つけてますから、頑張ってほしいですね、彼らにもね、すごいです。この年代まで健吾さん顔を出したりすることあるんですか。結構同じ場所でやってることがあって、土日とかに行くと結構午前から夕方ぐらいまでバーって見れるんですよ。でもまあそれは中村健吾さんが来たって相当のあれですもんね、彼らからすると。まあ今年はそういう感じでしたね、ちょっと緊張している感じでしたね。すごい、でもいい経験だし、全国大会、そうですか、年末ですね、12月26日からあります、はい、そうですね、はい、鹿児島で全国大会、応援よろしくお願いします、頑張ってもらいたいです。はい、アンダーが終わりまして、いよいよトップチームですね、優勝報告会、
シーズンで4回ですか。そうですね。来シーズンの話をするとあれですけど、ね、鹿島以来の3連覇ですか。そうですね、目標に間違いなくすると思うので、果たして止めるチームが出てくるのかっていうのは。3連覇はさせなくないですからね。それはあの2019年の時思いましたから。そうですか、2連覇の後やっぱり包囲網みたいなのちょっと感じましたね。もう点は取らさないぞみたいな、引き分けでいいやみたいな。特に轟ではそれは感じました、ね、いかに打ち破るかっていう。もう楽しみですね。さらにその上を行かなきゃいけないっていう。もうメインスタンドは結構お客さんが入っておりまして、その中をトップチームの選手たちが登場してまいります。ジェジュ帰国したんですね。パネルになってましたね、はい、そうですね。今ブランド帰ってるんでもうみんな何かしら持たされてます。そう、もうこれ反強制的に、はい、しかも、OK、みんな何の違和感もなく持ってるっていうのは素晴らしいですね。ファンサービスあってのフロンターレ、面白くて強いっていうのがもう伝統になってますけど、ね、コーチングスタッフ、ね、いや今シーズンは特にこの、ね、バブルもあったので、ね、ACL も行きましたし、ね、本当に大変だったと思いますよ。帰った後ホテルから練習、ホテルから試合みたいな。そう、僕去年それ経験してないんで、ちょっとなかったんで、ええ、相当きついって。で、はい、韓国ラウンドかなんかでもカップ麺みたいなものしか用意されてなくて、はいはい、もう食事もそんな大変だったみたいですよ。本当に、本当こういくらでも言い訳できる自分だったと思うんで、そこを言い訳せずに、そうですよ、ね、ここまでの成績残したのは本当に素晴らしいなと思いますね。本当ですね。今シーズンを振り返る VTR が流れるということで、うん、ビジョンに出ました。まあオリンピックの中断もありコロナもありいろんな大変な状況で ACL もあって、まあ、逆に今シーズンの ACL 参加チームは結構きつかったっていう感じはしましたけれどもね。それからやっぱり僕はあの剣後ロスをすごく心配してましたやっぱり それ本人的には何とも言えないです、ね、何とも言えないですか。いや僕は心配してなかったですけどね。そうですか、はい、あの大丈夫だと思って引退したんで。ああ、それをちゃんと結果で彼ら証明してくれましたから。そう、それがすごい何よりも嬉しいです。それが、うん、絶対言われたくなかったと思うんで。あ、剣後さんがいなくなったんで勝てなくなったって言われるのっていうのだけは絶対言われたくなかったと思うんで。でもそれだけやっぱりねこれまで作ってきた、まあ、健吾さんのフロンターレっていうのがありましたし、その影響力というか大きかったし、けどちゃんとそれをこう引き継げるように、うん、みんな育ってくれたんで、うん、心置きなくっていう形で僕は引退できましたから。もともと40でって決めてたけれども、はい、でそれを言わなかったけれどもなんとなくみんなが育ってくれたっていうか、
まあ、そのつもりで大丈夫ですよ、いろんなものを背中で見せたり、まあ、言動で見せたりっていうのは自分なんか意識的にしてもう5年ぐらいはしてたんで。そうなんだね。それが本当に今のは、まあ、ベテラン中堅の選手たちにすごく、うん、いやだからすごかったなと思いますよ。シーズン中になんかこう相談、健吾さんちょっと聞いてくださいよみたいなことはなかったですか？まあ、向こうからなかなかしづらかったと思うんで、うん、まあ、たまに朝尾には顔を出したり、あどうだみたいな。基本的にはずっと調子良かったんでね、うん、あまりなかったですけどね。そうですか、うん、やっぱちょっと一時勝てない時期があったんで、その時は、はい、まあ、ちょろっとこう顔を出して話は聞きに行きましたけど、うん、ね、旗手選手とかちょっと背負いすぎちゃってるんじゃないかとか、ね、小林優選手がちょっと心配してたりとか、はい、伺ったこともありますけど、そうだから僕がいなくてもしっかりと、まあ、小林優はじめ、まあ、上りもそうですし、うん、引き継いでくれてるところあるんで。結構試合の中継も、あ、そうですね、はい、担当させていただきまして、はい、うん、ありがとうございます。最後もうダゾンは突戦ですと間違いないです、アウェーですけど遠征出張でお願いします、わかりました、前の試合で来ました、はい、早かったですね、すごかったけどね、本当に順調すぎるぐらい順調に、そうですね、この時期一番苦しかったと思うんですね、うん、この5連戦を5連勝でみんなで勝ったのは本当に大きかったと思いますね。そこが一番勝負だって鬼木監督 もう公言されてて、すごいですよね、それを公言して本当に5連勝できるっていうことでプレッシャーかかることあると思うんですよ、選手に言っちゃうことで、ああそれをちゃんとこう体現できるっていうのはそれだけやっぱり信頼関係が監督と選手の中にあるんだなっていうのを証明した結果ですよね。また ね決勝点を挙げた選手が、まあ、宮城天だったり知念だったり、はい、なかなか出番がなかった選手たちでしたからね、うん、あ、これ昨日のゴール、うん、選手たちも一緒になってこの映像をずっと見てます福田市長ですね、川崎市福田典彦市長からご挨拶をいただきます。川崎市スポーツ特別賞が贈呈されることにフロンターレはなりました。福田市長よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ご紹介いただきました川崎市長の福田典彦です。まず川崎フロンターレに関わっている全ての皆さん、優勝連覇おめでとうございます。わらしな社長からもお話しあった通り、まあ、結果を見れば本当に強いフロンターレでありましたけども、本当にいろんなことがあったこのシーズンだと思います。そんな中で川崎市民にコロナでみんなが疲れている時、大変な時に大きな勇気と元気を与えてくれた川崎フロンターレに心から感謝を申し上げます。ちょいちょいこの私症状贈呈に出てくるなと、出たがりかというふうに思われるかもしれませんが、実はこのスポーツ特別賞というのはそんなに出るもんじゃないんです。日本一になるか、あるいはオリンピック・パラリンピックで
メダルを取るかしかこの出せない賞でありますけども、なんとこの5年間で4回も贈呈させていただくと、本当にすごいことだというふうに思います。フロンターレのおかげで今川崎のスポーツチームむちゃくちゃ強いです。 B リーグバスケットも今1位です。女子バスケットも W リーグ、これも1位です。アメリカンフットボールフロンティアーズ、これも今2位ですけど、もうおそらく優勝するだと思っています。こんなふうに川崎フロンターレがサッカーで、そしてスポーツで街を明るくしてくれてる、元気を勇気づけてくれることに重ねて感謝したいと思います。そしてそれを支えているのが今日お集まりのサポーターの皆さんだと思います。今シーズン本当に応援ありがとうございました。そして天皇杯が待っています。皆さん一緒に勝ち取りましょう。ありがとうございました。福田市長ありがとうございます。それでは賞状の贈呈をお願いいたします。チームを代表して鬼木監督前にお願いいたします。川崎市スポーツ特別賞ということで福田市長から贈呈です。川崎市スポーツ特別賞、まあ、川崎といえばもうフロンターレみたいな感じに、いやありがたいことに、ね、本当に皆さんのおかげですね。本当に、うん、理解がないとね、受け入れてもらえないですから。そう、やっぱホームタウンとなんかこう一緒になっていくっていうのはすごく感じますね、うん。この轟でイベントやるのもそうだし、なんかあればね、武蔵小杉とか、はい、川崎焼きとかで、新体制もね、いろんなところで毎日やったりとか、ね、はい、でシーズンスタート毎年のようにあの商店街そうですね、はい、あれもなんかすごくフロンターレらしくていいなぁ、ね、僕あれ大好きなんですけどね、うん、川崎市の福田市長から賞状と記念品が贈呈されました。続いて鬼木監督からご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。まずスポンサーの皆様、コロナという、影響がある中、本当大変な中、1年間支援サポートをしていただき本当にありがとうございます。自分たちが、当たり前のように、サッカーをできていること、これはやはりクラブが安定している、そのおかげだと思っています。不安なく、日々練習に取り組めるこの環境を、与えていただいて、その結果が今シーズンのような、ね、成績につながったと思っていますので、本当にスポンサーの皆様に感謝しています。まずありがとうございました。そしてファン、サポーターの皆さん、今シーズンも、コロナの影響で感染の制限がある中、本当に、大きな拍手と、熱い思いで、選手を、いつも後押ししていただいて、勇気づけてくださって本当にありがとうございます。皆さんのおかげで、ホーム無敗という、記録も、出すことができました。本来であればこのコロナの影響がなければ、昨年もそうですけども、今年も、優勝の喜びをね、本当にみんなで、味わい、もっともっと大きな声とか、抱き合いながらね、味わえたと思うんですけども、まあ、そういう意味では本当に、残念な思いもあるんですが、ただこうしてね、また皆さんの前で、
優勝の報告をできることは本当に嬉しく思っています。いつかこの制限がなくなって、大きな声でまた皆さんに応援してもらえる日が来て、自分たちも、その声援に応えられるような、そういう日が来た時に皆さんとまたね大きな声で喜び合える日が来る、その日までっていうかその日を願って、その日が来た時自分たちがまたトップで、リーグを駆け抜けていけるような、姿を見せたいと思います。とにかく皆さんと、喜び合いたいので、自分たちはこれからも、努力を続けていきます。そして今年の選手たちも本当に頼もしかったです。苦しい時がかなりありましたけれども、そういった中でも選手は努力を、続けて、まあ、僕は本当に麻生グランドで彼らの努力を毎日見ているので、この成績ももう本当に選手とスタッフの、努力の賜物だなというふうに感じています。このような、ね成績もう本当に昨年もそうですけども今年も、まあ、驚異的な、ね数字だと思うんですよね、勝ち点でいうと。ただ来年この数字を出せるかというとそんな簡単なものではないと思っています。連覇をした後の、3連覇を目指した、19年ですね、やはり本当に、苦しい戦いが続きました。でもそれでも来年やはり3連覇と、今年悔しい思いをした ACL 優勝、そこは必ず目指したいと思います。その時にまた今年のようにね、苦しい状況あると思います。そういった時にやっぱり力になるのが、皆さんの熱い声援と拍手だと思っています。ですので、今年と変わらず熱い声援を来年も、ぜひよろしくお願いします。そして最後になりますけれども天皇杯まだ残ってます。ホームで準決勝を戦いますし、とにかく残りのタイトルですね、ここにいる選手たちと全力で取りたいと思いますので、ぜひ、引き続き熱い応援よろしくお願いします。1年間本当にありがとうございました。はい、堀木監督の挨拶で、この後健吾さん FRO としてピッチサイドにお声がかかってますんで、はい、なんかこのチャンネル最後、はい、ありがとうございました。長時間助かりました。いや、とんでもないです、とんでもないです。また西岡さんとどこでお仕事できるように。はい、はい、いや、いい回だったなと思います。ありがとうございました。本当ですね。はい、ありがとうございました。はい、皆さんこんばんは。本日は優勝報告会にお集まりいただきありがとうございます。改めまして、今シーズン J1 リーグ優勝することができました。本当にここに集まっていただいている、スポンサーの皆さんはじめ、ファンサポーターの皆さんのおかげで、僕たち1年間、戦い抜くことができたと思っています。昨年に引き続き、コロナ禍の影響でなかなか難しい、そして厳しい、1年だったと思っています。言い訳をしようと思えば、どれだけでもできたと思っています。それでも、自分たちに常に自分たちに矢印を向けながら、人のせいにしない、物のせいにしない、そうやって自分たちの成長につなげていく、そういう強い思いで、戦い抜いた結果みんなで勝ち取った優勝だと思います。一人一人本当に強くなってきていると思っています。今まで、見えていなかったような景色も、見えるようになってきたチームだと思います。来年は、さらに ACL、リーグ戦はもちろんですけど、そういうところも目指して、頑張っていきたいなと思っています。そのためには、何回も言いますけど、スポンサーの皆さん、そしてファンサポーターの皆さん、そして今目の前にいるアカデミーの選手たちもそうですけど、オールフロンターレとして、フロンターレファミリーとして、全員の力で、戦っていきたいなと思っています。多少のことではぶれない、そういう強いチームに、していきましょう。本当に1年間ありがとうございました。天皇杯の方も頑張ります。応援お願いします。谷口キャプテンからのご挨拶でした。キャプテン谷口翔吾選手から挨拶をいただきました。
森木監督、谷口キャプテン、そしてこの後はレアンドロ・ダミアン、得点も見事でしたね。昨日は前田大然選手と、皆さんこんばんは。Queria agradecer a vocês por todo esse carinho que vocês tiveram, mesmo em momentos que nós estivemos longe, mas quando voltou a torcida no estádio foi muito importante para a gente. 皆さんこんばんは。本当にこのタイトル、個人タイトルですけども、取れたことを本当に嬉しく思いますし、このタイトルを取れたことは本当にここにいる皆さんのおかげだと思っています。 Estamos todos orgulhosos pelo grande ano que o ano que a gente fez esse ano foi muito importante. Estamos muito felizes. Juntos conseguimos esse título importante da J-League. Ontem foi o último jogo. Fui premiado para ser artilheiro, mas foi graças a essa equipe, todos os meus companheiros, toda a comissão, todas as pessoas que nos ajudaram e me ajudou também a conseguir esse objetivo.本当に今シーズン大変な1年ではありましたけども、ここにいるチームメイト、監督、コーチングスタッフのおかげで、一番大切な J リーグのタイトルを取ることができました。また本当に皆さんの声援が常日頃自分たちの力になって、このピッチの中で戦えることだと思っています。またそれに加えて、個人タイトル取れたこと本当に嬉しく思います。E com certeza がてのハイため vamos dar nosso melhorPara poder conseguir esse título e dar alegria para vocês. もちろんまだもう一つタイトル天皇杯あります。自分たちは精一杯最後まで戦って、また皆さんに喜んでいただきたいと思います。ありがとうございます。 ご来場の皆さん、今一度ダミアン選手へ大きな拍手をお願いいたします。得点王になりましたデアンドロ・ダミアン選手の挨拶を聞いていただきました。明日が J リーグアウォーズですから、チャンピオンチームそれから得点も表彰があるはずです。それでは続いてシャーリーをお願いします。優勝報告ですから、ファンの皆さんの前でシャーリーを上げるということです。のぼり P、 のぼり P 出てきましたよ。何をするダミアン。お待たせしました。お待たせしすぎちゃったのかもしれません。フロンターレサポーターの皆さん、ナイスですね。改めて1年間応援ありがとうございました。これからのフロンターレ、フロンターレをのちょっと待ってくださいね、すみません、緊張してます。みんながめっちゃ真面目な話するからどう空気変えようかなと思ってきたんですけど、まあ、これからのフロンターレの強さを、継続、発展させていくことはもちろんですけど、ピッチ外でも、盛り上げていきたいと思います。すみません、話長くなると思うので、着席して聞いてください。あ、してます、してました、すみません。あ、座ってもらった方がいいかもしれない。フロンターレを応援していてよかったなとか、
フロンターレがいるから元気になれたり笑顔になれたり、フロンターレを通して幸せを感じられるように、これからも僕たちは全力で皆さんに愛情を注いでいきたいと思います。だから皆さんも僕たちに愛をいっぱい注いでください。愛で満ち溢れた、愛でいっぱいの、そんなクラブになれたらと思います。まあ、この後シャーレ上げもありますので、このような僕の挨拶や試合に勝っている時のアディショナルタイムの時間は短めの方がいいとのことなので、挨拶はこの辺にさせてもらいたいと思います。最後になりましたが、わらしな社長をはじめ福田市長、鬼木監督、谷口翔吾が言ったように、今日は寒いので体調に気をつけてください。それではシャーレ上げに移させてもらいます。のぼりピーありがとうございました。のぼりピーは挨拶したかったってことですね。監督、キャプテンだけじゃなくて自分も喋りたいということで、シャーレ上げの前に登里選手から一言ファンの皆さんに挨拶がありました。上げても素晴らしいフロンターレ、ここ5シーズン4回目の J1 制覇、チャンピオンです。堂々としたものです。あ、ブルーのテープがスタンドから飛んだんですよね。華やかな感じです。スタンドが華やかな感じになってます。まあ、シーズンは終わりましたけれども、来週はまだ天皇杯の準決勝、この轟で大分トリニータと対戦を申します。まだ練習を続けて次なるタイトルを取りに行くチームです。なんとか JJ も来シーズン途中に戻ってきてほしいですね。今ブラジルに帰って治療リハビリを行っております。来シーズンからはなんとかスタジアムのキャパシティ 100% のお客さんも入れて試合を行いたい、さらに状況が好転すれば声を出して声援が送れるようになるかもしれないと、まあ、このあたりはコロナの状況を見ながらだと思いますけれども、拍手プラス声援もやっぱり選手の後押しになりますので、なんとかコロナが収束してそうなることを願うばかりですね。トップパートナーの皆さんとともに記念撮影を今選手たちスタッフがしているところです。突然で途中交代で出て、残念ながらアクシデントで膝の靭帯を痛めてしまったジェジエウ、またさらに強くなって戻ってきてくれることを願っています。
富士通株式会社の平松執行役員常務、富士通ジャパン株式会社田中取締役会長、 SMBC 日興証券株式会社京極執行役員、プーマジャパンの萩尾代表取締役社長、株式会社松尾工務店の福間専務取締役が登壇されて、選手たちと一緒にシャーレを掲げていたということです。でこのあと選手たちは場内を一周してファンの皆さんに挨拶をして回るということです。まあ今日はだいぶ冷え込んできました。昼間でも寒かったんですけど、お客さんはアンダー18の試合からずっとスタンドで、まあ、ダウンジャケットなど暖も取りながら観戦もしてくださいました。メインスタンドとバックスタンド、それぞれファンのところに挨拶をしてもらっているとそれぞれ今日登場しましたトップチーム、来週天皇杯、それからアンダー18がプレミア昇格のプレーオフで、アンダー15、アンダー12、アンダー10の選手たち場内を一周します。こうやってアカデミーの選手がトップの選手と一緒に場内を一周するというのは本人たちにとって嬉しいでしょうし、フロンターレ愛をさらに感じるイベントになるでしょうね。でちなみにアンダー13は今関東リーグの試合があるということで、今日はこの会場にはいないということです。まあ、このあと12日が日曜日14時、この等々力で天皇杯準決勝、大分トリニータ戦で、その翌週19日が決勝戦で、反対側のブロックは浦和レッズとセレッソ大阪になりますけれども、勝ったチームとファイナル国立競技場で天皇杯のタイトルをかけて戦います。まあ、鬼木監督は、まあ、今年の残されたタイトルもそう、それから前回は2連覇で F マリノスに止められてしまいましたが、3連覇リーグタイトル、それから ACL、この2つのビッグタイトルを取りに行くという話をしてくださいました。まあ、今シーズンはウルサンに PK 戦で残念ながら ACL は敗れてしまいましたけど、まあ、この戦力をもってすれば十分その可能性があるんじゃないかと、期待されるチームです。まあ、代表クラスの選手がヨーロッパに移籍をする、まあ、引き抜きを受けたとしてもそれを補うだけの選手層、それからフロントスタッフ含めたバックアップ、迅速な対応によって、戦力を維持しました。先頭がトップチームで、その後にアンダーの選手たちが続いて場内を一周しています。トップ、それからアンダー18、15、12、それから最後アンダー10、10歳の選手もフロンターレのメンバーです。一番後ろに中村健吾 FRO を発見しました。福田川崎市長と藁科社長と一緒に
この挨拶の列のずっと言いますと一番後ろに今写真撮影してましたけれども、健吾さんいらっしゃいました。さっき放送席にいたんですけど、解説者指導者の目になってまして、アンダーの選手たちのプレーもだいぶ詳しくもう把握もされてましたし、声掛けもしているということですから、フロンターレの未来を作ることももう健吾さんはすでにされているということで、今日のアンダー18の選手たちの話もたっぷりとしていただきました。やっぱり現役を引退したばかりの元選手に声をかけてもらうというのは非常に貴重な機会ですから、子どもたちにとってはいいアドバイスでしたし、刺激を間違いなく受けたはずです。シーズンのユニフォームにまた一つ星が増えるということになりました。この強いフロンターレを果たしてどこが止めるのかという、前回の19年は相当研究をされた、健吾さんもそれから鬼木監督も話をされてましたけれども、その打開策を今後プランすることになるんでしょうね。近年最初の優勝から少しシステムを変えてさらに攻撃力を増したように、また新しいスタイルを鬼木監督が出してくれるんじゃないかと、そのあたりも期待しております。シーズンは結果的にはアウェーで福岡に0対1、それから優勝が決まった後のサガン鳥栖に1対3、もうこの2敗しかしませんでした。非常に安定した戦いをリーグ戦で披露したフロンターレです。挙げました。昨日リーグ戦終わりましたけれども、今日がこういった優勝報告会、それから明日が J リーグアウォーズ、テレビ出演などもありますから、この週末は主力選手たちはほとんど
休むことができないというタイトなスケジュールですけれども、でまた週明けから天皇杯に向けての準備を再開するということになりまして、週末12日が天皇杯準決勝です。シーズン中にはこのブラジル国旗でレアンドロ・ダミアン残留お願いします、願ってますというファンの声もありましたが、無事に契約延長更新の発表もありました。もうダミアン選手は家族とともにすごく愛着もあるし、他に行くことは考えられないということで延長にサインをしたそうですけれども、サッカーをする上で、それから家族が生活する上で素晴らしいサポートがあるということで迷いはなかったそうです。まあ、今シーズン天皇杯の決勝が12月19日、まあ、例年の元日のような形ではなくて少し前倒しになります。まあ、来シーズンの J リーグの開幕が少し早くなって、でシーズン途中にワールドカップがありますので、また変則的な厳しいスケジュールになるものと予想されています。まあ、しっかり休みを取って新シーズンフレッシュな状態で向かってほしい選手たち。ただ年明け、少ししますと日本代表選手たちは代表の活動も入ってきます。3月には代表ウィークも控えてます。まあ、短いオフにはなりますが、しっかりと休んで新シーズンの準備をしてほしいなと願っています。もう早いチームですと1月の2週目ぐらいにはもう新シーズンの始動が始動するんじゃないかとプランされているようですから、まあ、体をうまくケアしながら新シーズンの準備をしてほしいなと思ってます。ファンの皆さんも温かいですね。トップだけではなくてアンダーの選手にも、まあ、激励の声援というか拍手、手を振って、来週末のゲーム、頑張ってねというエールを送っています。アンダー10ですね、アンダー10の選手たち、選手たちがメインスタンド側に今ゆっくりと戻ってきたところです。まあ、明日 J リーガーウォーズでベストイレブンとか年間最優秀選手 MVP などの発表がありますので、またフロンターレの選手が何人受賞するのか、そのあたりも楽しみにしていただければと思います。
またフロンターレの YouTube チャンネルはですね、来シーズンも始動しますと新体制の発表をお伝えしたり、いろいろとファンサービス毎年フロンターレは仕掛けてますので、そこら辺もお楽しみいただければと思っております。時間があればですね、今日の報告会で消化不良だった上里選手あたりがですね、手伝いに来てくれるんじゃないかと今日のはちょっと消化不良だったんじゃないかなと思いますね。の選手たちはメインスタンド側に戻ってきまして、花道を作って、なんかトップの選手がアンダーの選手をガードオブオーナーで送り出すみたいな感じですね。これちょっと頑張ってこいよ、あるいはプリンスおめでとうみたいな感じですね。選手たちが歩くって相当嬉しいですね。そうですね、若きフロンターレの選手たちをトップの選手が送る、すごいですね。アンダー18プレミアリーグ参入プレーオフ、それが来週末広島で行われます。大きい選手たちアンダー18ですね。学年12、3人、15人ぐらいですね。でその次がアンダー15、15ですと中学生ですね。結構みんな体も大きいです、まあ、この中から将来トップチームに上がる逸材がいるんです、いるはずです。12、アンダー10、アンダー10の選手たちは嬉しそうでしたね。しっかりここ轟で勝利して、そして天皇杯も連覇に向けて戦う選手たちへ引き続き熱いご声援をよろしくお願いいたします。最後に残ったのがトップチームの選手たち、連覇を達成しましたフロンターレの選手たちの優勝報告会が終わりまして、メインスタンドから選手たちが下がっていくところです。見事連覇を達成しました。そして得点王を取りましたレアンドロ・ダミアン、ということでフロンターレの J1 優勝報告会、それからアンダー18プレミア参入の壮行会という形でお送りしてまいりました、はい、
さてフロンターレファンの皆さん、来週は天皇杯12日日曜日14時、この轟き陸上競技場で大分トリニータ戦、勝ちますと翌19日翌週日曜日になりますが、国立競技場でレッツとセレッソの勝者と天皇杯のタイトルをかけて戦うことになります。引き続きの応援もお願いします。ということで今日はお別れの時間になりました。皆さんありがとうございました。